どうも皆さんこんにちは、キヨキヨでございます。今回はですね、本当に致命的なバグです。なんともうクラッシュオブクランのゲームでですね、これ起こったらまずありえないほどのちょっとバグです。これ本当になんとアチャクイが動かないという致命的なバグです。早速見ていきましょう。はい、こちらのですね、私のゴエモン JPN のクラメンが攻められたリプレイなんですけれども、まず編成とかですね、攻めは基本的にはどうでもいいです。今回はこのアーチャークイーン、レベル20のアーチャークイーンにぜひとも注目していて、注目してみてください。はい、いきますよ。まずね、まずリプレイ止めてるんで固まってんのは当たり前ですよね。はい、再開しますよ。さあ始まっております、始まっております。さあゴーレムが出てきました。まあここら辺はね、まあそのゴーレムで3面攻めていいと思いますけど、なんかおかしいですよね。まずアチャクイなんか歩き回ってないんですよね。まあなんかこれはね、まあただのバグだとしてもいいんですよ。別にね、その動、まあその範囲にね、そのユニットがいないでもいなくてもですね、まあ動かないのは別にいいんですよ。まあアチャクイだって疲れれますしね、本当に。まあアチャクイだってね、休むときは必要ですよ。しかしですね、働いてほしいときに働かなかったら、それはもう犯罪ですからね。はい。はい、ですね、相手の、援軍とかね、いろいろ、ペッカとかもろもろ出てきました。さあ、ここでですね、中心部に、まだヒーローが出てないですね、敵の。動いてないんですよね、ほんと、アーチャークイーンが。何考えてんすか、この人は、本当に。で、ヒーローが出てきてですね、中心部に、相手は援軍を送ろうと。さあ、そして援軍ではないね、ヒーローを送ろうと。ちょっと、あれちょ、あれちょ、お姉さんまあまあ、お姉さん、そこ、え、あ、ちょ、お姉さん、何やってんすか、お姉さん。ちょっと、なんか隠れてますけど、隠れちゃってるけど。で、ここで、動いてないんですよね、まだ。で、ここで、やっと動いてますね、今。何やってんすか、この人は。この人何やってんすか、ちょっともう一度見ましょうか。で、今やっと動いてますからね。やっぱ通常時アーチャークイーンというのは動いてるもんなんですよ、このように。これがですね、ちょっと、動いていないというのは、ゴレホグとかね、ゴレラバとか、ハイブリッドとかですよ。動いてないっていう分かっている状況で攻めればですね、もう、ゲームバランス崩壊レベルですよ、これは本当に。アーチャークイーンの停止っていうのはね、本当に。これはですね、一刻も早く、ぜひとも一刻も早くですね、運営さん、この動画をもし見ていらっしゃいましたらですね、ぜひとも本当にすぐ直していただきたいと思います。まあその、まあ多分ね、運営さんも多分今このバグを把握しているとは思うんですよ。多分その私が言わなくてもですね、もう世界140カ国、142カ国かな、もういろんなね、もう国の方がやってるんで、いろんな報告多分受けてると思うんで、まあ私が言わなくてももう、ね、今多分バグのその修正とか頑張っていらっしゃると思いますけれども、本当にこれ致命的ですね。何してんすかね、このお姉さん、本当に何してんすか。いや、ここ。はーい、ということでですね、今回はもうね、アーチャークイーン先輩ちょっと、機能停止ということで、動画撮らせていただきましたけれども、これね、ほんとちょっと今になって動いてますからね、ほんとに致命的ですね。ということで、ぜひともですね、皆さん、これちょっとあるので、ほんと気をつけてください、皆さん。ほんとに、これ気をつけないと、やばいっすよ。今、アーチャークイーン動いてたら、普通に星2とかで止まっても、星2取られませんでしたからね、星1で防衛できたんじゃないかなと思います。ということで、今回は、超絶致命的なアーチャークイーンのバグでした。もうほんとね、治ることを期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。